こんにちは、こんばんは。ゲーム動画のイコです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットは始めていきたいと思います。いよいよアジアチャレンジトロフィーの決勝戦となります。つくば仲間との戦いになります。A 組を勝ち上がってきた筑波仲間ですね、7点。クランカリバーズがグループ B を勝ち上がりました。クランカリバーズは3連勝となっております。で、選手データですね、筑波仲間の現在の選手データですが、いや疲れが見える上にディフェンダーが3人も休んでおります。この辺をうまくつきたいところです。では始めていきましょう。初のアジアチャレンジトロフィーに向けてブリッキンスタジアムへ。ここでマナミが疲れております。この調子に行きましょう。ブリッキンスタジアムアジアチャレンジトロフィー決勝、クランカリバーズが 38% で有利と目されておりますね。ちなみに現在の順位は、スコアダガマの方が上とはなっておりますが、コンディションとか含めてみます。有利ってことなんでしょうね。さあ、早くもチャンス。先生、早くも先生、先先のいいスタートを切りました。クランカリバーズ、出た。そしてヘディング決まりました。ナイスルです。さあどうだ、取られてしまった。さあ、サイに当たる。これはちょっと遠かないか。リオが拾いました。さあ、ミホにタッチ。ミホ抜けた。さあ、そこ待っているが、もう一回。ここは相手が守ってますね。今度は相手の攻勢となります。ダークが超える。ノーフェイスルだ。危ない。おお、さあ先に相手が選手交代としました。レッシャー状態で早く追いつこうと急いでおります。つかまえ、早くおつかみに逃げ出しましたからね。ああ、速攻です。相手のノーフェイスル、あ、これは危ないが、夏木がキャッチしました。ノーフェイ、これはこちらボールのフリーキックですね。まもなく前半終了となります。お、いいぞ幸子。オフサイドでした。
さあ前半もあとわずかとなります。前半終了です。さあここで疲れているのはまずサヨが疲れているので交代を必要とします。のどかとチェンジしましょう。残り2人はまだ疲れてないのでこのまま行きましょう。クラカリバス1点リードの状態で後半突入です。相手が4人もう疲れ始めてますね。体力的な余裕はこちらの方が上だが、左から右に攻撃していきます。こちらゴールをスローインです。さあどうするかですね。もう一気に交代しちゃいましょう。答え許されません。縦パスだ、しかし相手にボールを渡してしまった。さあこれは危ない。クルミが出てないですね。そこうまく緑に渡りましたが強制に取られてしまいます。さあ気をつけないといけないが今うまくキャッチしました。さあボールを確実にキャッチして匂い渡ったがこれはもう一回見よう。奈良子だがコーナーキックですね。さあお互いチェンジ、相手は攻撃的布陣に変わっています。コーナーキックだがこれは決まらない。相手の防御は思い切り引きましてボールを確保しましたが、おっとこれは危ない危ない危ない。お助かった。さあ残り10分少々となっております。取られてしまう。夏木が本当にうまくボールをキープしてますね。こちらは疲れも相当のものだ。もちろん相手も疲れておりますが、え、なんでちょっと今のは下せない。さあほとんど時間はありません。このまま勝てるか相手に渡す。決まりました。試合終了。クラカリバスアジアのチャンピオンに輝きました。本当？本当なんです。初のアジアチャレンジトロフィー優勝となりました。 We are the champions。 サポーターからの歓声が鳴りやみません。でしたクランカリバース前半5分リードの振り抜きました。結果的にこれが右から2をそして緑、結果的にこれが決勝点になります。
妙なのが、なんかこれは、しまった。で、その後いろいろあって、結果的に、勝ちましたね。ボールの支配率も高い。確かにボールはちゃんと守ってる感はある。あー、しかし緑が8週間の戦列は痛い。ジャパンカップはね、あとわずかですが、今4位ですね。こちらは C のキャプターの東京はあと6点となっております。そして、エミルラード欧州が試合した後に一試合休んで、これですね、アジアの代表としてすごいな、WCC ワールドカルチョクラシックに初めて挑みます。チャレンジャーの気持ちですね。最終的にはですね、リーグ戦とジャパンカップとアジアチャレンジトロフィーとこのワールドカルチョクラチャレンジだったっけ、これ全部取ったらカルチョクラシックか。1年で全部取ったエンディングとなるはずです。ジャパンカップもあるんで忙しい日々が続きますが、しっかり勝ち抜いていきましょう。はい、ということで、ここまでになります。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。概要欄、プレイリスト、ブログ、ツイッターございます。ツイッターのフォローぜひお願いいたします。カルチョビットはお送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。全部動画で撮りました。